どうもさっさんです。少し前の動画でですね、動画編集用の PC を、何とかしたいという話をしたんですよね。どういうことかというと、このチャンネルにアップしている動画の解像度が、少し前まで 1080p でやってたんですけど、最近ね 4K にしたんですよ。そしたらね、かなり画質が良くなったので、これはいいなというふうに思ってたんですけども、その代わりにですね、私さんが今使っている編集ソフトのプレミアプロの編集画面が、ちょっともっさりしてしまったんですよ。で、そのもっさりを改善するために、プロ機種を作らないといけないっていうのが一つのデメリット、っていうのと、完成した動画を書き出すときに、俺がね今使ってるメインのデスクトップ PC だと書き出し結構早いんですけど、 MacBook で書き出すとかなり時間がかかるんですよね。で、それが二つ目のデメリットなんですけども、今回ですね、その一つ目のデメリットである、プロ機種の作成、これを省略しながらも 4K の動画をサクサク編集する方法っていうのを発見したので、皆さんにねシェアしていきたいなと思います。はい、じゃあその方法を解説する前に、それを使う前と使う後でどんぐらい変わったのかっていうのを見ていただくためにですね、まず使う前の編集画面をね、お見せしたいと思います。さっきですね、サンプルで撮影した動画っていうのがあるので、それをね、プレミアのタイムラインに、配置したいと思います。はい、こんな感じ。俺はね、いつも2カメ体制で、レビュー動画撮影してるので、こんな感じでね、動画ファイル2つ配置するんですよ。で、これはですね、撮影したファイルは、4K の 24p で、ビットレート60メガで、ソニーの α6600 で撮影しております。で、これでね、ちょっと再生してみましょうか。俺の場合はいつも編集するときに、このね、再生ボタンっていうのを使わずに、キーボードのスペースを使って再生停止っていうのをやって、カットしていくんですけど、こんな感じですね。わかりますかね、ちょっともっさりしてるのわかります。スペースを押して、早い時は早いんですけど、ワンテンポ遅れる時とかがねあるんですよね。あ、こういう時ですね。こうカットしていく時にこういうねワンテンポの遅れとかがちょっとストレスなんですよね。この動画ファイルそうでもないな。あ、こんな感じ、こんな感じですね。これがね、ちょっとストレスなんですよ。できればね、こう、スペース押した瞬間にも再生が始まるっていう感じで動いてくれないと、やっぱりね、やりにくいんですよ。で、このもっさり感を解決するためにですね、ここに取り込んである動画の、プロ機種っていうのを作成すればいいんですよね。このまま 4K の動画素材で編集することもできるんですけど、プロ機種っていうのはこの動画ファイルの、軽いバージョンですね。それを一回作って、その画面を見ながら編集することによって、サクサク編集するっていう機能なんですけども、このね、取り込んだ動画ファイルを一回選択して右クリックの、プロ機種で、プロ機種を作成っていう風にすると、プロ機種が作られるんですけど、このプロ機種作成の時間がね、ちょっともったいないんですよ。今回のサンプルのファイル22分とかなんで、そこまで時間かかんないと思いますけど、普段ね俺動画撮影するとき1時間とかね普通に撮影したりするんで、その時間がやっぱりねちょっともったいないなっていう風に思ってたんですけども、ソニーのカメラの場合はこういう風にプレミアで1回取り込んでプロ機種を作成しなくても、動画を撮影しながら 4K ファイルと同時にプロ機種のファイルっていうのを、生成することができるらしいんですよね。これ結構知らない方多いんじゃないかと思うんですよ。はい、じゃあどういう風にやるのか解説していきたいんですけど、まずねカメラのメニューを開きます。でですね、この上のとこの動画1っていうのを開いてください。するとね、この下のとこにプロ機種記録っていうのがありますよね。これをですねオンに変えます。すると撮影画面のこの60っていうところの右下に、PX って表示されてますよね。これが今プロ機種有効になってますよっていうことです。これでねもうカメラの設定は、大丈夫ですね。ちなみにソニーの公式サイトを見ると、このプロ機種記録っていうのは、プロ機種動画はファイルサイズが小さいため、スマートフォンへの転送やウェブサイトへのアップロードに適していますっていうことで、別にね動画編集に使えますよっていう意味ではないんだと思うんですけど、これをね使えるっていうことですね。で、今このプロ機種記録を有効化して動画撮影を終えたものとします。そして PC にね、SD カードからデータを取り込むことになるんですけども、その時にこのソニーのカメラっていうのは、プライベートっていうフォルダがまず表示されて、その中の、M4 ルートっていうやつを開いて、で、このクリップっていう中にですね、ファイルが入ってるんですよね。このフォルダに入ってるのがプロ機種じゃなくてメインの動画ファイルですね。さっき撮影した 4K のサンプルがこの C0022 ってやつなんですけど、
これのプロ棋士ファイルどこにあるのかというと、一つ戻ってこのサブティの開きます。するとですね、 C0022 の S03 ってやつがありますよね。この末尾に S03 って書いてるのがプロ棋士ファイルなんですよ。なので、パソコンに取り込むときはさっきの 4K のやつだけじゃなくて、この S03 のプロ棋士ファイルも、まあ、取り込みます。ちなみにですね、 4K のプロ棋士でどんぐらいの、容量なのかというとですね、だいたい22分の撮影時間で、容量 1.41GB ですね。で、解像度が1280×720 の、ビットレートが 9MB なんですよね。ちなみにですね、メインのファイルは結構ね、でかいはず。はい、これですね、だいたい 9.2GB ぐらいあるので、まあ、かなりね、軽いファイルっていうのがわかりますよね。はい、プレミア立ち上げました。で、さっき撮影した、素材なんですけども、まずね、俺を写してるこの C0022 っていうやつが一つ。これがね、4K のファイルですね。で、これのプロ棋士が C0022S03 っていうやつですね。こっちが軽い方。で、手元を写してる方もね、あるので、こっちが C0011。で、プロ棋士が C0011S03 っていうやつなんですけど、まあ、こんな感じでね、同じフォルダーでもいいし、まあ、多分ね、プロ棋士のファイルを、まあ、こんな感じでね、分けとくっていうのも、まあ、ありかなと思います。で、これからこの素材をプレミアに取り込むんですけど、これはね、まず普通に取り込んじゃって大丈夫です。まずはですね、俺を映してる画面を取り込みました。で、次手元のやつを、こういう風に並べました。で、この状態だとまだプロ棋士になってないので、これでね、まあ、例えばカット編集しようとするとですね、はい、こんな感じで。ちょっと遅いですよね。スペースキーを押してからちょっとワンテンポ遅れて再生されますよね。まあ、これがね、さっきも言ったように非常に編集しにくいっていう、原因になるんですけども、ここでね、どうやってさっきのプロ棋士を取り込むのかというと、またね、このメディアファイルのところでこういう風に選択して、まあ、1個でも別にいいのかもしれないですけど、プロ棋士っていうのを開いて、通常であればプロ棋士作成っていうのを選ぶんですけど、ここでプロ棋士追加っていうのを選びます。するとこういうウィンドウが立ち上がったので、まず C0011 のプロ棋士を選びます。ここで追加、そうするとまたウィンドウ立ち上がったので、さっきねプロ棋士を入れたフォルダを開いて、これですね、 C0011S03 これを選択して、OK。 はい、続いて C0022 のプロ棋士なんですけど、これもね追加で、これですね、 C0022S03 これで OK します。はい、すると、もうこの画面でプロ棋士有効化になってるんですけども、そもそもね、ここ、これがね、プロ棋士の切り替えのマークなんですけど、これをね、有効化っていうか、ここに表示してない方いると思うので、そういう場合はですね、この右にあるボタンエディターというプラスのマークを押して、このね、プロ棋士切り替えっていうのをここにね、引っ張り出すっていう感じですね。で、このプロ棋士切り替えっていうマークが青くなってる時は、プロ棋士に切り替わってます。これでね、再生してみましょうか。はい、わかります?むちゃくちゃ、快適に再生できてますよね。これでね、カットとかしやすくなるんですよ。こんな感じで。試しにね、一回プロ棋士オフにしてみましょうか。これでね、またさっきの 4K の動画になったんですけど、プロ棋士無効化だとね、また時間かかると思うんですよ。ほら、やっぱりスペース押してから、しばらくしてから再生されますよね。これがね、すごいストレスなんですが、もう一回プロ棋士有効化してみましょうか。はい、こんな感じで、快適に再生することができるっていうことですね。はい、という感じだったんですけども、いかがでしたでしょうか。まあ、この方法はですね、今ソニーのカメラを使ってて、かつ、プロ棋士機能ついてないとダメなんで、まあ、他のカメラでついてないやつあるのかとか、ちょっとわかんないんですけども、まあ、ついてるカメラ使ってる方であれば、これでね、4K もサクサク、編集できるんじゃないかなと思います。ちょっと他社のカメラのことはわかんないので、もしね、知ってる方がいましたら、コメント欄で情報を共有していただけたらなと思います。ということで今回以上なんですが、私サスさん、このメインチャンネルの他にサブチャンネル、ゲーム実況チャンネル、ミルダム、ブログ、ツイッターやっておりますので、よろしければそちらの登録やフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。